こんにちは、レトスのおのです。昨日お伝えをした、今年卓券合格するための理解学習の一部について解説をした無料の小冊子。こちらの請求期限が本日までとなります。こちらの小冊子は無料で郵送させていただきますので、今年絶対合格したいと思っている方は、今日中にご請求くださいで。ご請求の方法なんですけれども、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますで。そちらクリックしていただくと、こちらのページに飛んできます。 で、こちらのページ、下スクロールしていただくと、登録フォームございますので、こちら登録フォームご記入の上、この緑のボタンを押していただければ、請求できます。無料なんで勉強の仕方がわからない、勉強時間が足らない、効率的に勉強したいという方は、ぜひご請求ください。で、小冊子については1週間以内に発送させていただきますので、今しばらくお待ちいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 建物が滅失した時は、表題部所有者、または所有権の登記名義人は、その滅失の日から2週間以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、罰ですね。2週間以内ではなくて1ヶ月以内です。建物が滅失した場合、 あと、建物の地目が変更した場合とか、あと、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合とか、その日から1か月以内に登記しないといけないんですね。2週間以内ではないです。で、建物の滅失の場合っていうのは、建物の滅失の登記、地目が変更された場合は、地目の変更登記、あと、表題登記のない建物、これの所有権を取得した場合っていうのは、表題登記。 これらを1ヶ月以内に行ってくださいよという話ですね。これらすべて頭に入れておきましょう。で、上記っていうのは申請時期が1ヶ月以内って定められているんですが、定められていないものもあるんですね。それ何かっていうと、表題部所有者の氏名だったり、住所だったりを並行した場合です。つまり、氏名や住所の変更登記っていうのは申請時期が定められていないので、 変更登記自体、絶対にやらなければいけないというわけではないということなんですね。義務ではない。任意だということです。この点も合わせて覚えておきましょう。で問い2ですね。事務所とは本店または支店や、その他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引を行わず、他の兼業業務のみを行っている支店は事務所に含まれない。丸かツかという問題ですで。これ答えは丸ですね。 まずちょっとこれ間違いやすい部分なので整理しましょう。宅建業を行っている本店、及び宅建業を行っている支店、これはもうどちらも事務所です。こちらちょっと見ていただきたいんですけども、これ本店、本店、支店、支店なんですね。で、これ宅建業を行っている本店ですね。これ宅建業を行っている支店ですよね。これどちらも事務所に該当って書いてある通り、事務所に該当するんです。では、 本店は宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない場合、本店及び支店は事務所に該当するか、それともしないのか、これをちょっと考えてみます。この場合どうなるかっていうと、本店は宅建業を営んでるわけですね。この場合っていうのはここに当たるわけです。これですね。つまり事務所に該当します。まあ、先ほど言った内容ですね。で、支店はこれ宅建業を営んでいないんですよ。 本店、宅建業を営んでいて、支店は宅建業を営んでいない。まあ、ここの事例は建設業を営んでいるっていう事例なんですけども、宅建業を行っていません。この場合、この支店は事務所に該当しないんですね。つまり、本店は事務所に該当して、支店は事務所には該当しません。まあ、これはここの内容ですね。で、今回の問題っていうのはここの内容なんです。支店の話なんですよ。 宅地建物取引業を行わず、他の兼業業務のみを行っている視点って書いてありますよね。先ほどの事例で言うと、建設業を行っている視点の話ですね。この場合、事務所に含まれませんでしたよね。ここですね。なので、事務所に含まれないっていうのは、丸になるということです。で、もう一つ考えてみましょうか。本店は宅建業を営んでいない。これですね。本店は宅建業を営んでいません。建設業を営んでいます。支店のみ宅建業を営んでいます。支店宅建業を営んでいる。 この場合どうなるかっていうと、この場合は、どちらも事務所に該当するんですね。本店は宅勤業を営んでいなかったとしても、視点で宅勤業を営んでいると、本店も事務所に該当します。宅勤業法上の事務所に該当するということですね。この点はしっかり押さえておきましょう。この4つの事例ですね。多くの方がこれ整理できていませんので、ここちゃんと整理しておきましょう。 で、問い3ですね。国土利用計画法ですえ。事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事がえ、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される、丸かツかという問題ですね。これどういうことかというと、まあ、届出したんですよね、とりあえず。 国土利用計画法に基づいて、まあ、事後届出をしたと。そしたら、知事がアドバイスをしてきたと。まあ、これ、助言ってアドバイスっていうイメージです。アドバイスをしてきたけれども、届け出をした人が、そのアドバイスを無視したってことなんですね。その場合、公表される、丸るか罰かという問題です。で、これはツですね。助言、アドバイスに従わなかったとしても、公表はされません。まあ、これはね、もう覚えるしかないので、覚えてください。 で、助言より、ちょっと厳しい行政指導ってあるんですね。これが勧告です。勧告。助言より、もうちょっと厳しめな、まあ、注意っていう感じですかね。それは勧告です。で、この勧告に従わなかった場合っていうのは公表される可能性ありますので、まあ、この点ね、対比して頭に入れていただければと思います。そして、初めにもお伝えをした、パチスロ依存症の受験生が、たった1年で合格した勉強法の新常識、達見合格勉強法の小冊子を、 無料でお送りさせていただきます。無料なんで勉強の仕方がわからないとか、勉強する時間なくて効率よく勉強したいとか、読解力に自信がない、記憶力に自信がない、応用力に自信がないという方は、ぜひご請求いただければと思います。そして請求期限が今日までとなっておりますので、お早めにご請求いただければと思います。明日になりますと、もう請求フォームなくなっている可能性ありますので、その点ご注意いただければと思います。 で、ご請求については、この動画の下の概要欄に、このページの URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、このページですね、下の方をスクロールしていただくと、ここにご請求フォームありますので、こちらすべてご記入の上、こちらの勉強法の小冊子を手に入れるっていうボタンを押していただければと思います。 で、何点か注意点があるんですけども、郵便番号なんですが、これ半角で入れていただいて、真ん中にハイフン、これ入れていただかないとエラーになりますので、ハイフン入れていただければと思います。また、住所なんですけども、これ都道府県を選んでいただいても細かい住所出てきませんので、こちら、お手数おかけしますが、市町村、また枝番ですね。マンションの方はマンションの合室までご記入いただければと思います。 具体的な問題に対して、どうやって問題を読み解いていくのか、答えを導くのかまで記載しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。あなたのご請求をお待ちしております。レトスのオ野でした。